ははいこんにちは今日はですね EOSKISM で、えー、とシャッターを、えー、の音を消す方法を、えー、説明したいと思います、えーとこう。シャッターの音が出るデメリットっていうのはあのやっぱりあのコンサートとかあの撮影していい場所とかもあると思うんですけどもそういう時に やっぱ音が鳴ると気になったりとか、ちょっと卒園式の時とか、あの、あんまり、音がね、カシャカシャ鳴ると、迷惑だなっていう時もあると思うんですよ。例えば寝ている子供とかですね、赤ちゃんとか、やっぱりあんまり、なるべく音が出らない方がいいと思うんで、できていけば、そんな時に対応する方法、音出ない方法を説明したいと思います。まずは今、こうやって音が鳴っちゃうんですね。なんで、 えーっと、その消す方法は、まずはここの上のダイヤルが今 P になってるんですけども、ここを SCN、SCN っていう選択をしてください。そうすると、こういう画面が出て、こういう画面が出てきます。そこで、えーっと、真ん中の Q を押してください。だしそうすると、えー、今、こういう選択をできる画面が、 いろいろそのシチュエーションで撮影ができる設定のところなんですけどもその時にここのサイレントモードっていうのを選択してくださいえっ、ー、とそ,そうすることで選択するとこのように無音で撮影がすることでできます是非あの先ほどの状況だとかちょっとサイレントにしたい時は、えー こんなにすぐ簡単にできるので、えー、撮影してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。